コーエンゼルス。申告敬遠で満塁にした直後の1球が死球でサヨナラ負け。芸術点高いな。チームがバラバラじゃねえか。いくらエンゼルスとはいえ不快な負け方と愉快な負け方がある。申告敗戦を導入しろ。劇団エンゼルス今日も面白い。解説が切れてんのがリアルでくさ。相変わらず楽しそうだね。空監督も名指しで切れるわ。毎試合こんなことやって負けてるやん。敗退行為が過ぎる。監督が選手をかばわなくなったらおしまいよ。ぶつけられた打者すらほくさって感じなのほんま。大谷の決断は間違いではなかったのを証明しててくさ。ここまでボロボロだと大谷逆恨みされそう。大谷が関わらない状況で見るエンゼルスは最高だな。これがアメリカンエンターテインメント。きっと堂本に言われてやったに違いない。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。